毎日アヘアホ体操。アヘアホ、ヘとホでお腹をへこませて、アヘアホ。はい、OK です。アヘアホ体操の下野正弘です。今回は肩甲骨を柔らかくする運動です。肩甲骨というのはここにありますね、腕の付け根なんですね。腕の付け根は実は肩ではないんですね。肩甲骨が腕の付け根だと思ってください。この腕の付け根が柔らかく使えると腕全体の動きの質が変わるんですね。ということで肩甲骨をちゃんと使っていきたいと思うんですけど、そのためにとってもやりやすい運動が腕振りです。腕振り、ちょっと腕振りしてみてくださいですね。陸上選手もよくですね、足を速くするために腕振りをしているんですけど、腕振りの基本はまずは前に持ち上げるときというのは親指を鼻の穴に入れるようなイメージです。そのぐらい持ち上げるんですね。 そして肘はしっかりと後ろに引く、しっかりと後ろに引くですね。前側は鼻の穴に親指、そして肘は、後ろ側は肘をしっかりと引く。これだけでしっかりとした腕振りができます。やってみてください。1、2、1、2、1、2、1、2、そうですね。こうするともちろんこう肩関節も動くので肩関節の可動域も広がります。ただ今回は肩甲骨なので普通の腕振りだと、まあ、これでも肩甲骨は動いてるんですけどまだ物足りないんですね。でまずは普通のこの動きを覚えたら、腕振りを覚えたら、これ立った状態でも座っててもどちらでもできるんですけど、腕振りを覚えたら立ったこの一つのポイントだけで肩甲骨が動き始めるんですね。そのポイントとはワクワクすること。ワクワクする、この差分かりますか？普通の腕振りではなくてワクワクする、そうです。やってもらうと分かるんですけど、ワクワクした瞬間に、ワクワクした瞬間に肩甲骨が柔らかく使われるのが分かると思うんですね。腕振りを普通にするのではなくて、ちゃんと普通に腕振りが形が整ったらワクワクするだけ。そうするとどうです、肩甲骨動いてるの分かりますか？しばらくワクワク続けますよ。そうです、ワクワクしながら元気に笑顔で腕振りを続けてみてください。ワク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 、そうです、ワク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 、かなり肩甲骨が動いてきてます。ワクワクすればするほど肩甲骨が動きます。ワクワク弾むような感じで、ワクワクウキウキワクワクです。ワク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 しながらアヘアホ体操、せーの、アヘアホ。